どういうふうにやっていきましょうか、スタート。今日も撮影に熱心なセブンさん。こっちから歩いてきて、確かこの辺りにクレイジーアイスが、みたいな感じで。ここですね。ここやね。はい。あ、もう入るんですか？いや、入る格好したいです。入れないですね。こんにちは、セブンです。今日はですね、大工三丁目にあるあのクレイジーアイスクリームさんに来させてもらってて、今、このハッピーバッグっていうのが新しく、商品として出たらしいです。で、こちらになるんですけど、あの4ピースで、まあ、2160円、6ピースで2790円。まあ値段的に言うとアイス1個分がお得ですよっていう形になってるんですけど、まあ、これをねちょっと今日食べてみたいと思います。ちょっとあのハッピーパックっていうのを聞いたんですけど、はい、あ、はいはい、ちょっとハッピーパックを、それをちょっとね、お願いしたいなと思いまして、はい、分かりました。どういうシステムになってるかちょっと初めてのことなんでわからないんですけど教えてください。ですね、ハッピーバッグって言って、まあ、まとめて買うことでお得になるよっていうセットになってるんですけど、はい、まあ、この4つ入りか6つ入りで選べて、はい、6つ入りの方が、まあ、アイス1個分お得になって、はい、この4つ入りの方もねちょっとだけもう個人一個一個買うよりはお得になるよっていう感じなんです、うん、はいはいはい。でもこのアイスとかアイスの味とかトッピングとかも好きなように選んでもらって、それをもうパックとして詰め込んでお渡しするっていう感じになって、うん、まあ、アイスの味のおすすめで言えばやっぱこの、はい、この3つが、まあ、うちならではっていう感じですね。クレイジーバニラが、まあ、うちならではのバニラアイスで、こういうクレイジーバニライエローカラーで今はねなってます。味はね、はい、このノーマルバニラと一緒になってる。あ、なるほど、はい、なんか青がすごいいいですねなんかやっぱこういう天気のいい日はそうだね、そうですね、色の映えるアイスがね、はい、そうしましたら、じゃあトッピングつけていきます。はい、では、かけ放題なんで、スープってこう言われるまでかけ続けて、はい、あ、はい、わかりました。やってください。はい。はい、では、いきます。はい。はい、はい、いいです。いいですか？はい。まんべんにつきましたね。ありがとうございます。レインボーですね。はい、ありがとうございます。こちらがブルークッキークリームのチョコスプレートになってます。やっぱ一玉がかなり大きいですね。今回作らせてもらったのはこのレギュラーサイズっていう大きい方のサイズなんですけど、はい、あとちっちゃいねスモールサイズとかもあるんで、はい、そちらもおすすめですね。定番のメニューになります。ではいただきます。すごいですよ、これレインボーになってます。いただきます。おいしい。すいません、おいしいです。うん、あ、このクッキーおいしいですね。やばいです。今日の岡山は天気がとても良くて、空も 青空なんでね、アイスクリームも、青色にしてみました。とっても美味しいです。もう話が変わって、はい、ハッピーパックのはいはい、もう一度ちょっとお説明だけお願いしていいんでしょうか。あ、いいですよ、はい、ハッピーバッグはこのまとめて買うことでお得になるセットメニューに、ね、なってます。まあ、お持ち帰り専用のメニューで、まあ、4つ買うとちょっとお得、はい、6つ買うと、まあ、アイス1個分がお得に、ね、買えるメニューになってますね。まあ、家族さんとか、うん、まあ、あとは持って帰ってゆっくり食べたいっていう人向けのメニューになってます、はい、クレイジーアイスクリームさんのなんかおすすめみたいな感じでいけますかね。あ、おすすめで、はい、組んで、はい、あ、全然いいですよ、もちろんです。なんかおすすめで組んで、それをちょっと分かりました。おー、すごい辛い。クレイジーアイスクリームさんのそのクレイジーっていうのはやっぱり由来ってか、こ
ことですかね。何事にも貪欲にっていう感じで、そのまあステイハングリー、やっぱこのクレイジーバニラをやってるのも、まあ、バニラだからといって白とは限らない、まあ、それと同じようになんか常識だと思ってることでも、まあ、そうじゃないと思ってる人もいますよ。だからそれが自分の常識であってもその人の常識とは限らないっていう。クレイジーバニラにチョコスプレーのトッピング、まあ、うちの、まあ顔のメニューになってますね。もうこれがド定番で一番よく出るメニューの一つですね、うん、これがまあ一番人気のメニューで、あとこれピンクチョコミントに、レインボーグミのトッピングになってます。これはね、あのまあ女性にかなり人気で、まあ、見た目の通り、まあ、夢かわいいみたいな感じでね、よくトッピングされる方が多いですね、うん、じゃあ次ブルークッキークリームに、オレオトッピングですね。オレオクッキー、まあ、これもね、もう言わずもがなクッキー、オレオクッキー大人気のメニューなんですけど、まあ、このクッキークリームのブルーに合わせて、この黒いねクッキーを乗せることで、まあ可愛い、なんかエルモみたいとかってね、よくそうクッキーモンスターか、クッキーモンスターみたいとね、よく言われて、その人気のメニューになってますね。で次こっちに回りましょうか。でこれ、季節限定のフレーバーでストロベリーにピーナッツクランチになってますね。これは、ね、ストロベリーの甘さにピーナッツクランチの香ばしさを乗せることで、なんかこうケーキのようなかなりね、ザクザクした感じで食べれる美味しいアイスクリームになってますね。絶対美味しいわ。でこれが、先ほどの、人気メニューのクレイジーバニラにパチパチキャンディーを乗せたメニューになってますね。そうこれはね、あのパチパチキャンディー、まあなんかその刺激がね、こうパチパチ口の中で弾ける、まあ、バニラによく合うアメちゃんで、ね、できてるんで、これもね人気のメニューの一つですね。でこれ、チョコレートにアーモンドトッピング、これもド定番で、もう大人のね方からも若い方まで、もうチョコといえばこれみたいな感じでよく頼んでもらいます。ありがとうございました。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、上の方にもよろしくお伝えください。はい、すいません、失礼します。ありがとうございました。ありがとうございました。さっきブルークッキークリームを食べて美味しかったから、ついついこの6個入りのアイスクリームを全部買ってしまいました。家帰って早速食べるよ。あ、視聴者の皆さん欲しい？美味しいよ。ほんじゃ次回に続く。